気もするんですが、どうでしょうか。はい、今回のですね、感激ツアー、そして内湾問題なんですけども、これはですね、規模も性質も全く違うものなんですけども、有権者へのサービスであることには変わりはないような気がするんです。で、しかしですね、こうした古典的なサービスによって支持を集めるのではなくて、政策によって有権者を集める。これはですね、